皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回は徳島県徳島線穴吹駅、佃駅、蔵元駅編です。ゆっくり見ていただけると幸いです。それでは行きましょう。シューシューポポ。最初は穴吹駅に来ました。穴吹駅は徳島県美馬市穴吹町穴吹宇岩手にある徳島線の駅で、駅番号は P16 番です。駅舎に来ました。時刻表です。穴吹止まりの列車があるので徳島行きは多いです。昔はキオスクの売店がありました。脇町のうたつの町並みやあんみつ館のパンフレットが置いてあります。昔阿波の藍を船で運んでいた場所です。うたつの町並みに行くと長い下り坂があり、そこから船で藍を運んでいたかもしれません。この嫌いシリーズの日本酒おすすめです。お刺身と清酒の相性抜群です。ホームに来ました。こちら側は2番乗り場の阿波池田方面です。こちら側は徳島方面です。ここからでも剣山に行けるみたいです。こちらは一番乗り場の徳島方面です。こちら側は阿波池田の方面です。穴吹行き15時32分発徳島行き1200系普通気動車です。穴吹行き14時43分から45分、観光列車愛吉野川トロッコ徳島行きです。次は佃駅です。佃駅に来ました。佃駅は徳島県三好市井川町西井川にある徳島線と土産線の駅で、駅番号は B24 と T21 番です。駅舎に来ました。それではホームに行きましょう。阿波池田方面です。高松徳島方面です。2つの路線で2種類の枕木が使われています。こちら側は主に徳島線の線路です。阿波池田方面です。徳島方面です。土産線の線路です。阿波池田方面です。高松方面です。
徳島線土産線の分岐点になります。ここはもう通過列車パラダイスです。そんなに普通列車来ないんやね。どちらも併用できるようになっています。阿波池田行きと琴平行きの線形同士の行き違いです。徳島線と土産線ではホロの位置が違うんです。佃駅15分通過、特急剣山阿波池田駅185系特急起動車です。佃駅8時17分通過、特急南風岡山駅、特急四万十高松駅です。2700系特急起動車です。佃駅8時26分通過、特急南風四万十高知駅、2700系特急起動車です。佃駅8時37分通過、特急剣山徳島駅、キハ185系特急起動車です。佃駅9時19分通過、特急南風岡山駅、2700系特急起動車、黄色いアンパンマン列車です。佃駅9時20分通過、特急四万十高知駅、2700系特急起動車です。佃駅9時33分着、普通列車阿波池田駅、1500系普通起動車です。次は蔵元駅です。蔵元駅に行きました。蔵元駅は徳島県徳島市蔵元町2番町にある徳島線の駅で、駅番号は P02 番です。まずは列車が来そうなので、先に2番の乗り場から撮影していきます。木製の鉄橋です。結構しっかりした木です。昔の雰囲気が残ってます。徳島方面です。阿波池田方面です。2番乗り場に来ました。徳島方面です。阿波池田方面です。通過列車があるみたいです。おそらく3番乗り場もあったと思います。蔵元駅16時41分から42分発着、普通列車徳島駅1200系普通起動車です。蔵元駅16時57分から59分発着、普通列車阿波池田駅1200系普通起動車です。蔵元駅16時57分から59分発着、普通列車阿波池田駅1200系普通起動車です。蔵元駅17時12分から13分発着、普通列車麦行き1500系普通起動車です。蔵元駅17時28分から30分発着、普
通列車穴吹行き線形普通気動車です。蔵元駅17時40分から42分発着普通列車穴行き1500系普通気動車です。蔵元駅17時57分から59分発着普通列車阿波池田行き1200系普通気動車です。蔵元駅18時4分から7分発着特急剣山阿波池田駅キハ185系特急気動車です。蔵元駅18時16分から18分発着普通列車徳島駅1500系普通気動車です。次はフォトアルバムのコーナーです。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。